はい、外遊びです。アマゾン編の、みんなが多分、気になってるのはタックル関係が多いと思うんですけど、ちょっとタックル紹介をしたいと思います。まずはですね、ロッドは僕はね、まずこういうパックロッド、基本的にも全部パックロッドでいきました。で、結果から言うと突き詰めていったら、まあワンピースロッドも欲しいっていう人もいるかもしれないですけど、僕の感覚ではパックロッドで十分。パパッと持ってって この機種、一個ずつ紹介していったら、まあカナリア68、これはライト系ですね。まあ小型の、ペンシルとか小型のミノーとかを扱うやつで、これがワールドモンスター、僕がプロデュースさせてもらったワールドモンスターのロッドです。 563M、 ワールドモンスター 563M、 これはなんでも使えます、正直。ペンシル、ビッグスイッシャー、ミノー、全般的に使うんですけど、短い分やっぱり楽。主にペンシルで使ったかな、今回は。で、これが放送される頃には出て、販売してるかもしれないです。 610M、 これが今回のメインタックルになりました。メイン、この2本かな、さっきのワールドモンスターとこの 610M で、これはもう万能で、ビッグスイッシャーとかミノーとかヘアジグっていうアマゾンならではのルアーがあるんですけど、それをまた後で動画紹介していきます。で、疲れた時にこういうスピニングが1本あったら、これもパックロッド、これまだプロト状態なんで、スピニングが1本あったらいいですね。で、リールはブラックナイン、アブガルシアのブラックナインとビッグシューターコンパクト、とこのレボの ALC っていうやつ、これもライン巻き替えようと思って巻いてないですけど、これの3機種を右巻き左巻き各何個かずつ持っていって、なんで右巻き左巻き両方持っていくんかって言ったら、両方使えるんですけど、基本的には僕は右巻きです。ビッグゲームって言われてるものに対しては右巻き、スピニングは左巻き。なんで両方持っていくかって言ったら、もうね、朝から晩までもうひたすらジャークしまくるんです。こうやってもうフルパワーでジャークするんです。そしたらもうね、手と腕がもういってしまう、1日で。それを1週間以上続けるわけです。で、1週間続けたらもうね、豆はできる、血は出る、筋肉痛、もう右だけだったらとてもじゃないけど持たない。で、だからそういう右手を休ますために左巻きにしたりとか、そういう意味で右巻き左巻き両方持っていきます。で、ピーコックとかタライーラとかに関してはラインは4号ですね。4号あれば基本的に大丈夫。4号、5号、6号って言われてましたけど、僕の感覚ではもう4あったら十分かなって。まあ、引っ張り合いでよっぽどじゃない限り、よっぽどでかいナマズが来ない限り、切られることも、まず切られた回数はね、今回0、4号で。で、まあメインタックルとしてはそれで、今回この2つ、カナリアの48っていう、まあ遊びロッドですよね、遊びロッド、これを持っていって非常に良かったなと思ったのが、やっぱりピーコックとかタライーラとか以外、せっかくアマゾンに行ってるんだから、いろんなもの釣りたいじゃないですか。ピラニアとか、例えばまあ釣り以外でも、もうね、わけのわからん魚いっぱい釣れるんですよ。見たことがない、図鑑でも見たことがない魚がいっぱい釣れるんで、
まあ、小物用の餌だからこういう遊びをピーコクとかばっかりじゃなくてせっかくアマゾンに行くんやからちっちゃい遊びのルアーを持って行ったらより楽しめるよっていう、こんなでっかいスイッシャーとかには絶対出ない魚がいっぱいいるんでぜひこういう遊びタックルを一本忍ばすのは面白いと思います。はい、メインタックルはこんな感じかな。